髪伸びたなあ。あ、そうじゃねえや。いや、これは AKB 人気っていうのは本当ですね。実はほら、AKB の創成期ってあったじゃないですか。AKB ってのは10代から20代を中心としたアイドルグループで、秋元、あ、それはみんな知ってる。いや、まあ、それで総選挙があったじゃないですか、この前。で、たまたま家帰ったらやってたんですよ、YouTube で。で、その総選挙をアップロードしたらどれぐらいのカウンターが伸びるのかなっていうのが僕ちょっとやってみたかったんですよ。僕のビデオブログで一番再生回数が伸びてんの5000回ぐらいだったんで、多分2、3000ぐらい行くんだろうなと思ってたんですよ。とんでもないですよ。2日間で5万再生ですよ。僕半年間一生懸命ビデオブログアップロードさせて、僕半年間でやっと3万5千いったんですよ。AKB の動画だけで2日で5万。俺の半年は何だったの？ちょっとね、どれぐらいカウンターが伸びるのかちょっと試したかっただけだったんですけど、自分のチャンネルの再生回数が倍以上になっちゃって、恐るべし AKB。なんかすっごい複雑です。しかも僕の動画ってコメントがついても3つか5つか、多くても10ぐらいじゃないですか。コメント85ぐらいありますよ、今。で、コメントでね、アンチ AKB とね、AKB 擁護派が、なんかこう、言い争いしてて、いや、まあ、好きに使ってもらっていいんですけど、なんか、半年間一生懸命毎日ビデオブログアップロードして3万5千いった、4万いったって思ってたら、試しに上げた AKB の動画であっという間に5万再生か。すごい他力本願。でも他人のふんどしは使いようですよ。ソフトバンクの孫正義戦法っていうことで、本当に申し訳ないんですけど、あの動画から AKB のチャンネルだと思って登録された方は誤解です。なんかごめんね、こんな中途半端なのが出てきちゃって。まあ、これもなんかの縁なんで、このままチャンネル登録しといてくれたら嬉しいかな。 主に商品レビュー、映画講座をやっております。 AKB からいらっしゃった方、岡田と申します。よろしくお願いします。まあ、差し支えなければこれからもよろしくお願いします。ではまた。